対する赤組は現役タクシードライバーでもある萌実、披露するのは夜遊びの群青、未来のモノマネスター注目です。楽曲の力もすごいね。いや本当にもうそもそもアドさんって、はい、お顔を公表されていなくて、どんな風にアドですって言うたらいけんちゃう。いや自称アド決定戦ないモノマネやから。いやアド詐欺できそうだ。さあそして夜遊びでございますけど、はい、普段はタクシー。そうです、タクシードライバーやってます。ドライバーやって。いや今この角度でパーテーションあるからあれやけど、僕アプリで読んだことあります？いやいやいや、名前は。どのエリア走ってるんですか？大体港区六本木。いや、なんであるかも。恵比寿中目黒の方が多いかもな。